はい、ということで今日は私のナイトルーティンスキンケア、ナイトルーティンスキンケア、はい、ということで今日は肌の調子が絶好調な最近の私の夜のスキンケアをやっていきたいと思います。今日ご紹介するのは驚くほど肌がツルッツルになった日にやっていたスキンケアルーティンです。目代わりで購入できるアイテムもあるのでお見逃しなく。それでは行ってみましょう。これを取り入れたことによって本当に肌が変わったなって思ってる第一のもの、振動で皮脂や毛穴の汚れを 99.5% 除去してくれるスウェーデン発の洗顔ブラシです。洗顔料を泡立てる手間がなくて、使ったブラシは簡単に洗えて、毎回1分間のみの使用で充電は1ヶ月以上持つという手軽さが最高。こんなに手軽なのに使った後は信じられないぐらいツルッツルになる衝撃的なブラシです。わかるかな、振動してるんですよね。私もねこれ噂には聞いてたんですよ、噂には聞いてたんだけど、なんせ高いんですよね。どうなんだろうっていう風に懐疑的になりながら今まで手を出してこなかったものなんだけども、本当になんでこれを買わなかったんだろう今までの私の人生でって思うぐらい、早くも今年の年間のベストバイ1位かもしれないっていうぐらい私の、 あの人生を変えたものです。こんな小さいのにツルッツルになるの。ポリオっていろんな種類が出てて、これは、ポリオの中のルナゴーっていうトラベルサイズのものなんですよね。だからすごい小さくって持ち運びがしやすいっていう。なんでこれを買ったかっていうと、これが一番手頃な価格だったっていう。すごい高いんですよこれ元々。だからまあお試しっていうつもりで買ったんだけど、こんなにいいんだったら普通の通常バージョンのサイズも欲しいなって思ってるんだけど、いろいろレビューとかを見てみると、なぜだか5、この一番小さいやつの方がレビューが良かったりするから、まあ大きければいいってわけでもないのかなと思いつつ、今はこれでちょっともう大満足してるので、私はこれでいいかなっていうような気がしてます。この洗顔が終わった後って次のステップがめちゃくちゃ肌にぐんぐん入ってくっていう感覚があります。はい、ということでこれが終わった後、はい、これがまたすごい話題のリードルショット100、300、700。噂には聞いていたリードルショット100、300、700を実際自分の肌で試してみました。100を毎晩2週間使って肌が慣れたところで300に移りました。このピリピリってする感じって300と100ほとんど変わらない気がする。100を最初に試した日の衝撃に比べたら、今日のこの300はもう全くなんてことない、まあ、肌が慣れたんでしょうね。300は2日に1遍の割合で2週間使いました。リードルショット300にしてからめちゃくちゃ肌の調子がいい。毛穴がすごく小さくなったし、あと本当肌トーンがね均一になった。これはマジすごいなと思った。100の時はいやすごいいいなと思ったんだけど、ここまでの効果を感じなかったです。700、結構すごいかも。結構すごいかも。まあビリビリはするけど思ったほどじゃない。私ねあんまりね、そのすごく話題になったものって実はちょっと懐疑的な部分があって、本当にマーケティングだけで有名になったわけじゃないんだなっていうことを実感した、ごめんなさいね失礼で、実感した一品です。リードルショットって使った人しかわからない、本当に針が入っていくような感覚があるんですよね。シリカで作ったマイクロニードルがその道を作ってくれるわけですよ。天然の美容針が肌に穴を開けて美容成分を届ける道を作ってくれるから、その後に最初に使う成分が大事になると思うので、リードルショットを使う日は化粧水じゃなくてそのまま美容液を使ってダイレクトに肌の基底層に美容成分を届けるようにしています。お肌にすごく針が出た感じがします。最近レチノール使ってなくてもこんだけパーンって張るようになった。結構すごい。ペアで使うとすごくいいなと思ったのがこちら。これも、なんだっけこれって。あ、VT か。これも同じ VT の PR… はい、PDRN ですね。高麗人参由来の PDRN という保湿成分が配合された、ハリとツヤに効果のある美容液です。はい、こんな感じの白い、ニードルが入っていて、今美容液が浸透しやすい状態になっているので、一番最初に入れるものっていうのが一番グンと入っていく感じがするので、
乾燥からくるくすみとか乾燥からくるその肌の元気のなさっていうのに即効性を感じた一本です。肌が元気がない日とかに使うと本当に翌朝めちゃくちゃ肌が蘇ってる感じがすごくするので、ペアで使うことによってより一層効くなっていうような実感をしているので、もしできればペアで使うことをおすすめしたいと思います。これとこれでペアで使うことも多いんだけども、それと同じぐらいこれの後に使ってる美容液として最近使っているのがこちら EGF という成長因子を配合したアンチエイジングの美容液です。ノーベル賞も受賞したと言われている EGF 成分。 EGF 成分って体内に存在する天然タンパク質の一種で、韓国での基準での配合の限界である 10ppm が入っているアンチエイジングのアンプルです。高保湿で私は大好きな美容液でした。その私ぐらいの年齢になってくるとコラーゲンが失われてきて、タンパク質の量が減って、人間がそもそも持っているタンパク質を補うっていうことだから、だからこう即効性を感じるのかなっていうのは、まあ個人的に思ってるんだけども、リードルショットの後に日によってね、気分によって変えてるっていう感じです。そしてその次、オイル。バクチオールやビタミン A、C、E などの美容成分をたっぷり含んだ美容オイルです。もう何回も紹介しているアンティポディウスのアボカドオイルが大好きなんだけども、最近はそのアボカドオイルがちょっと一旦フィニッシュして、友達からもらって使い始めたんだけど、なかなかいい感じです。ただ私はその保湿力とか、あと肌にのせた感じっていうのがアンティポディウスの方のオイルがすごく好きなので、多分これが終わったらまたアボカドオイルに戻すだろうなっていうふうに思うんだけども、ビタミン A と C が配合されていて、成分としてもすごくいいなと思ったオイルです。ただね、そのオイルって私正直自分の肌にさえ合えば何でもいいなと思っていて、一番大事なのはスキンケアのルーティンの中にオイルを入れるっていうことだと思うんですよ。オイルって保湿力を本当に上げてくれるし、水分を閉じ込めてくれるっていう部分もあるし、導入として使えばその後の成分がぐんぐん入っていくっていうような利点もあるし、あとツヤ肌もできちゃうっていうような、まあこれは私にとって一番大きいかもしれないんだけど、とにかく春夏秋冬朝晩問わずオイルは必ず私はスキンケアのステップのどこかに入れてるアイテムになります。よくね、そのオイル先に使うとその後の化粧水とか弾きませんかって質問いただいたりするんだけど、オイルを使うことによって次の化粧水を弾くとかそういうことっていうのはありません。むしろオイルを使うことによってぐんぐん入っていくっていう利点があるので、オイルはね、できれば私は導入として使いたい、本当はね。なんだけど最近例えばこのリードルショットとかって洗顔後すぐに使わなきゃいけないアイテムだったり、朝は朝でシートマスクを使ったりとかすることが最近増えたので、ちょっとね、導入で使うことが最近減ったなっていうふうに思ってます。でも個人的な意見を言うと、やっぱり導入で使った方が効果が高いような気はしてる。気のせいかもしれないけど、最近の、ルーティンとしては私はこれは3番目4番目、乳液の前ですねに使うようにしてます。それでも別に効果はあるかなとは思ってます。そのオイルが終わってなじませた後はこちら、緩んだ肌に張り感を与えてくれるこのクリーム、めちゃくちゃ伸びのいいテクスチャーが肌表面をスムーズに整えてくれる感じがします。ファーミングっていうだけあって、肌がギュッとギュギュッと持ち上がる感じがすごい好きです。肌がこう飲み込んでってくれる感じがね、で本当にこの表面がスーンとする、溶けてなくなりました。これ1万円超えする結構高価なクリームなんですよね。私はね、化粧品って値段じゃないと思ってるんですよ。広告費とかね、そういういらない部分のコストさえカットすれば、少ないコストでも良い商品っていうのはできるっていうふうに思ってる派なんだけども、だから決して高いクリームだからいいっていうわけではないんだけども、これはやっぱりね、高いだけあるなって思った使い心地の良さでした。本当に肌に伸ばすとシューってこう溶け込むような肌の馴染みの良さが本当に抜群だし、しっとり保湿をしてくれるし、これを使わないで違うものを使った日よりもこれを使った日の方が肌がすごく調子がいいので、やっぱこれのおかげってあるのかなっていうふうに思ってます。最後ですね、最後もこちら、純粋レチノール配合なだけじゃなく、真皮のコラーゲン密度を高めてシワを改善してくれるシワケアクリームです。目に使いたいけど、普通のレチノールってガンガン目に使うの怖いじゃないですか、ちょっと成分が強いからね。だけどシワケア専用っていうことで目周りにも安心して使えるぐらいマイルドなレチノールなので、でもしっかり効くっていうところが本当にポイント高い。私はこうやってまずは塗りたい箇所にポン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 って置いて、おでこもで
ここから伸ばしていきます。目は一番最後にしてるかな、まずはほうれい線をして眉間のシワ、最近眉間のシワがもう顕著になりすぎちゃっててさ、眉間のシワじゃないのか、眉間ってここだもんね。私はねここにあるんですよ。子供の頃の怪我があって骨がへこんでるところがシワになっちゃったっていうような、だんだんさこう年齢とともにこう皮膚がこう下がってくるとともにそこの部分がねこうなってきてる。で最後の最後に目、一番ね気になってるのがこの目尻の下のここの部分、ここが最近シワ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 ってなってて、だからここの部分にこうちゃんとポン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 って重点的にやってます。これくらいが使う量なんだけども、すごく伸びのいい柔らかい乳液かなっていうぐらい本当に軽いテクスチャーのクリームです。レチノールってやっぱピーンと張る性質があるからシワシワな部分に使いたいじゃないですか。でシワシワなその目元に使いたいんだけど、レチノール、普通のレチノールの美容液ってやっぱりちょっと成分が強すぎちゃったりするから目に使うのってなかなか難しいと思うんですよね。シワ改善の機能が認められている純粋レチノールを使っているのにもかかわらず優しくて目元にも使えるっていうところがポイントが高いなっていうふうに思いました。シワがあったところがすごくふっくらしたなっていう感覚があるので、しぼんでたボールがふっくらしたらシワがなくなるっていう、そういう同じ原理なので、あのシワがちょっと軽減これでされるのかな、してるのかなっていうところはちょっとさておいても、肌がふっくらしたっていうのは私にとってはすごく嬉しいサインです。こんな感じで最近私は夜のスキンケアをしています。今日ねご紹介したのは今日ご紹介したものですごく私は気に入ってるんだけども、美容液はこれだけじゃなくて違うものを使ってたり、あとシートマスクのバージョンもあったりとかね、あの本当にバリエーションがいくつあっても足りないなっていう感じなので、またちょこちょここれがいいよっていうものを単体でね、インスタとかでもちょっとあのご紹介したいと思うので、インスタフォローしてない方はぜひフォローしてみてください。はい、という感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったよと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、またねー。